やっほー、元気ですか？私は最近絶賛花粉症中です。目が赤い。みんなは大丈夫？今日は伝えたいことがあって動画を回しております。みんな本当にありがとう。最近テレビ CM だったりドラム教則本の表紙だったりドラマー人気投票10位とか、最近ではテレビの生放送で演奏するなど、もうすごいことが起こりまくっております。みんなの応援のおかげです。ストリートドラマーとして6年間活動し続けて、やっと、もうやっとここまで来ました。実はストリートする前は活動をいろいろしてて、バンドだったりサポートだったり、本当にいろんなことをしていたんですけど、大きい芽が出ることはありませんでした。ストリートドラマーになった今、本当に少しずつだけど認知度が上がってきていると思います。そこで今日は私の決意をこの動画に収めようと思います。私、ストリートドラマーリエイは、これからもストリートドラマーとしてもっともっと活躍していくのと同時に、日本のストリートシーンをもっと盛り上げていきたいです。去年ストリートツアーで47都道府県回って、全都道府県でストリートドラムパフォーマンスをした日本最速記録という日本記録をいただきました。そこで今後の目標、日本のストリートシーンをもっと盛り上げていきたいという思いで、ストリートコミュニティを作ることにしました。今までもたくさんの方にストリート活動の支援だったり情報収集など協力していただき、私のために本当にたくさんの方が力を貸してくれました。そこでこれからはストリート活動を頑張る方たち、ストリート音楽、ストリートパフォーマンスが好きな方たちと一緒になって盛り上げていく環境を作りたいと思い、ストリートコミュニティを作っております。ツアー中でもいろんな方と関わってきましたが、今後はより深くストリート好き同士で交流とか情報共有をする場を作れたらと思って、もう今すでに準備をしております。そこでみんなにお願いがあります。そのストリートコミュニティを作るために、ただいまクラウドファンディングに挑戦中です。今ストリートコミュニティのアプリを制作中で、コミュニティに入ってくれた会員の皆様同士で団結してストリートシーンを盛り上げていけたらと思ってます。クラウドファンディングの資金は、そのストリートコミュニティのアプリを作る制作費用、そしてコミュニティを作った開設記念イベントというのを5月3日にやるんだけど、そのライブハウスを借りる資金に充てられます。私の今後の活動に興味を持ってくれたり応援していただける方は、ぜひご支援よろしくお願いします。クラウドファンディングの URL はこの画面の下の概要欄から飛んでってください。いろんなリターンもあるから、ぜひ見るだけでも見てってね。ここからはクラウドファンディングにこんなリターンがあるよという説明、そしてストリートコミュニティのアプリのこと、5月3日の企画イベントについてお話をします。まずはこれから新しく追加される予定のリターンを紹介します。こちら、じゃん。手乗りのリエイアクリルスタンド。これは5月3日の主催イベントに向けて撮った写真をアクリルスタンドにしました。どうですか？5月3日イベント行けないけど応援したい、5月3日行くけどアクスタ欲しいという方、ぜひおすすめです。ここにサインも書く予定になってます。ゲットしてね。そしてもう一つ、あなたのためだけのドラム音源、じゃん。私があなたのためだけにドラムの音源を作りまーす。でかいなこれ。こっちだね。こっちです。詳しくはリターンが追加されたらまたお知らせします。そしてここからはすでにもうあるリターンの説明をしていきます。まずこちら、
ただただ応援、これは物とかそういうのはいらないけど応援したいよという方に向けたリターンとなっております。そしてこちら、コミュニティお試しプラン、こちらは約1ヶ月ストリートコミュニティのアプリに試しに入りたいという方向けのプランになってます。これはね、ステッカーとか、あとリエイからのお礼の動画もついてきます。楽しみに。そしてこちら、ストリートコミュニティのこのロゴのキーホルダー、現物はこんな感じです。かわいい。そしてこんなのも作ってみました。これはストリート活動をして頑張っているみんなに、もし投げ銭したいなという思いがあったら、この投げ銭袋というのを使ってこちらに入れて投げ銭をするというので、ぜひ使ってほしいなって思っております。結構私も今までストリートで投げ銭をみんなからいただくことがあって、そのおかげでそれが活動費になってものすごく助かったし、そのおかげで今もストリートを続けることができているので、もっとね、全国にたくさんの方がストリート活動をしていると思うので、そんなみんなにぜひ使ってほしいです。もちろん私にでもいいですし、これを手紙の袋としても使っていいので、投げ銭プラス手紙を入れたり、あとはもう自分用に普通に持っておくだけでも全然大丈夫です。これはタバコの柄をイメージしてデザインしてくれました。めちゃくちゃいい感じだね。で、次はこちら、また違う種類の投げ銭袋です。こちらはライブのチケットをイメージして作ってもらってます。裏はこんな感じ。そしてこっちはカセットテープをイメージして作ってもらいました。裏はこんな感じ。すごいおしゃれだよね。もう普通に自分にでも欲しいぐらいだ。ゲットしてね。そしてこちら、また違う種類の投げ銭袋、これはリエイの柄をイメージして作ってもらいました。かわいいリエイがいるのと、このリエイっていう文字とドラムの絵がデザインされております。これをね、また他の方に投げ銭をすることで、リエイのファンの方から投げ銭もらったっていうのもね、これを見ただけでわかるかもしれません。後ろにリエイファンよりって書いてあります。あとここにお名前が書ける場所もあります。使ってみてね。そして今紹介したものがセットになったもの、プラスこちらもついた投げ銭のスペシャルというのも作ってみました。このスペシャルバージョンのみこのリエイのロゴのデザインがついてきます。これは2枚ついてくるので、合計その2枚を合わせて10枚セットになってます。そしてこちら、5月3日の私の主催イベントのライブプラン、こちらはライブのみ参加したいよという方に向けたプランとなってます。ライブの詳細はまた別の動画でお話しします。ぜひ来てね。そしてこちら、そのライブとライブの後に行われる交流会、この2つがセットになったプランになってます。交流会では一緒にご飯食べたり、ドリンク飲んだり、ワイワイしたりっていうライブの打ち上げ、プラスコミュニティについてもいろいろお話できたらなって思ってます。交流会も待ってるね。そしてそしてこちら、スペシャルプラン、これはライブを見る、そして交流会、そしてそしてライブのリハーサルが見れる、しかも席が一番前で見れる、そして交流会のテーブルが私と一緒だよという、めちゃくちゃスペシャルなプランになってます。これは5人限定なので早い者勝ち、もうこれ絶対ゲットしたいという方はぜひ早めにゲットしてください。
そしてそしてそして今回ストリートコミュニティのスポンサーになってくれる方を大募集しております。こちらはストリートコミュニティに1年間入ることができるのプラス、アプリのトップ画面にそのお名前、個人名でも企業名でもどちらでも大丈夫なのですが、お名前を載せさせていただくというプランになってます。そして今回このクラウドファンディングでスポンサープランを選んだ方は、今年のリエイのストリートの場所を決めていただくことができます。場所は許可が取れるところで、一緒に打ち合わせをしながら決めていきます。詳しくはクラウドファンディングの詳細を見てください。スポンサーさん待ってます。一緒にストリートシーンを盛り上げましょう。はい、以上ストリートコミュニティクラウドファンディングのリターンの紹介でした。ご支援していただける方お待ちしてます。そしてこのクラウドファンディングと同時にストリートコミュニティアプリの方も進めているのですが、少しずつ出来上がってきました。今日は少しどんな感じか説明をしていきたいと思います。まずストリート活動をこれからしたいとか、もうしてるとかしたいけど勇気が出ないという方に向けてアドバイスを書いたり、入っているメンバー同士でその悩みを相談し合う場所だったり、あとは私が実際に去年までストリート活動をしていた場所の許可が取れるところを掲載したり、こんな場所でストリートしているよっていう全国からの情報をもらったりっていう場所を作っています。一人で活動しててなんか不安なこととか悩みとかあったら、このコミュニティを頼ってほしいなって思ってます。そしてストリートが好きとか、ストリート活動を応援している、応援していきたいって思ってくれている皆さん、このストリートコミュニティでストリートを見に行った時の応援記録を書いたり、今日こういうことをしていたよとか、ここでストリートをやってたよっていう情報を載せたり、そして応援する者同士で今日ここに行こうとか、ここをすごいおすすめだよって仲良くなったりする場を作りたいと思ってます。やっぱりストリートって一人で行くのももちろん楽しいんですけど、仲間同士で行くのももっともっと楽しいと思うし、ストリートでたくさんの方が活動しているので、いろんな方をね一緒に見て、あこの人いいねとか、いろんな音楽にいろんなパフォーマンスに出会ってほしいなって思ってます。そしてこのストリートコミュニティでは3月からボランティアを募集する予定となっております。一緒になって全国のストリートシーン盛り上げてくれる方、ぜひお待ちしております。今後もっとこのストリートコミュニティアプリを充実させていけるように頑張っているので、楽しみにしててください。そしてデザインもめちゃくちゃこだわってて、すっごいいい感じになってるので早く見せたい。ということで今日は今後の目標の日本のストリートシーンを盛り上げるというお話をさせていただきました。もっともっと全国楽しい音楽や楽しいパフォーマンスが増えて、日本が明るくなっていったらいいなという思いで、ストリート活動まだまだ頑張っていきたいと思います。応援していただけると嬉しいです。これからも一緒に楽しんでいこうね。